皆さんこんにちは、今日はエフェクターの設置方法についてのご紹介です。皆さんですね、いろいろなエフェクターのを持ってて、どれをつけようかとか、一回止めちゃったらどうしよう、変えるの大変だなとか悩んでらっしゃる方も多いかと思います。一般的にはマジックテープで裏側をくっつけることが多いかと思いますけど、今日はそのちょっと変わった、設置方法を紹介したいと思います。よく見るとここですね、ここもそうですね。何か挟んであります。これちょっと外してみますね。はい、外しました。そうすると、こういったものがついてます。2個ですね。これは、ホームセンターやカー用品店で売ってますけれども、携帯電話とかスマホを、車にこう、設置するための、ツールです。裏側に強力なテープがついてまして、エフェクターの底にこれを、固定で。固定することによって、この隙間ができるので、ケーブルがこの下を通ることもできます。少し浮く感じですね。はい、もう一度設置してみたいと思います。簡単に、設置できました。で、両側にゴムがありますので、かなり強力で、踏んでもずれることは今までありません。私はこの、コンプレッサーとジャーブースト、これはもういつもこのまま固定してますけれども、歪み系を使うとき MXR タイプと、それからボスのタイプ、これも同じようにここに同じものがあって、外して付け替える。で、付け替えたいときはこういったエフェクターを選ん でここに付け替えれば終わりという感じですね。同じようにオーバードライブをディストーションに変えたいときはこういった形です。今のところはこの部分は大丈夫なんですけど、少し大きなエフェクター、これはまだ売ってないので、こういった合うものがないかなと思って探してますが、今のところはマジックテープでくっつけてます。ですからこのタイプについてはどうしようかなということで今悩み中ですね。あと、エネループを使ってますので、このエフェクターに関しては外部電源が不要ということで、いつも安定してます。以上、エフェクターの新しい設置方法についてのご紹介でした。